アルフレドデスパイネ、アルフレドデスパイネ、ロドリゲス、アルフレドデスプインロド,ドリーゲス。1986年6月17日体は、NPB 福岡ソフトバンクホークスに所属する、プロ野球選手キューバのサンティアゴデクーバ州、パルマソリアーノ出身。右投げ右打ち。WBC キューバ代表。ポジションは主に左翼手、指名打者。キューバの名門体育大学。 マニュエル・ファハルド国立体育大学卒業に台湾で開かれた第21回トリプル a 世界野球選手権大会のキューバ代表に選出された。この大会では4番打者だった。決勝の日本戦で勝利し優勝した。その年に国内リーグデビューし新人王の辞典に輝く。11月に台湾で行われた第37回アイブフ。 ワールドカップのキューバ代表に選出された。8月に2008年北京オリンピックの野球競技のキューバ代表に選出された。準決勝戦のアメリカ合衆国戦ではスティーブン・ストラスバーグから本塁打を記録した。最終的に9試合で3本塁打12打点を記録した。2008シーズンでは 国内リーグでのシーズン本塁打記録を上回る32本塁打を放った。2009年3月に第2回 WBC のキューバ代表に選出された。2月には長女が誕生した。2009シーズンは初の首位打者と本塁打王の2冠、打点もリーグ2位を記録した。7月には東京で開催された第5回世界大学野球選手権大会のキューバ代表に 選出された。決勝戦のアメリカ戦では、2本類が4打点を記録した。この大会では、MVP を獲得。10月に開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップのキューバ代表にも、選出された。またこの大会において、アレックス・ラミレスから Z のグローブとバットをもらって、なんて素晴らしいバットなんだとお喜びしている。2010シーズンは、 途中の紅葉や足の故障の影響もあり、前年を下回る数字で無冠に終わった。2011シーズンは36本塁が105打点とともに自己最高を記録して本塁打王と打点王の2冠に輝き、革命後の国内リーグではウィリフレット・サンチェスとマールディナレスに並ぶ最多体となる3度目の MVP を獲得した。11月6日にジャパンマッチ2012 日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい大した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。3月に第3回 WBC のキューバ代表に選出された。この大会では、福岡ラウンドで MVP を受賞し、大会最多タイの3本類だと2位タイの9打点を記録した。 2013年6月22日にメキシカンリーグのカンペチェパイレーツに期間限定で移籍することがキューバ野球連盟から承認される33試合の出場で打率3388本塁打24打点アップス928の成績を残した2013シーズンは途中からキューバ国内リーグのアビスパスでサンティアーゴでクーバに所属した もメキシカンリーグで開幕からプレーし20試合で打率。346、5本類打、15打点、アップス1.010の成績を残していたが、5月15日に寄贈されたドミニカ共和国のパスポートで、選手登録されていたこと発覚し出場停止処分を受け帰国した。デスパイネはこの問題について帰国後のインタビューで、何も知らなかったし、未だに何が起こっているのか。 本当のことがわからないと述べている。2014年7月15日にロッテと契約することが発表され、7月24日に入団会見を行った。背番号は49。7月29日に QVC マリンフィールドで行われた対北海道日本ハムファイターズ戦で1軍公式戦初出場。初打席で3塁打を放つ。 8月1日に京セラドーム大阪で行われた、対オリックスバファローズ戦は、来日初本塁打を記録する。8月20日の対オリックス戦で右脇腹を痛め、翌21日、奈良市の市内の病院で検査を受け、右腰背筋座症で、全治2週間の見込みと診断され、一軍出場選手登録を抹消されたが、10日の抹消期間で復帰し、 一軍出場選手登録された8月31日の対日本ハム戦において先制点となる6号ソロ本塁打を放つ。シーズン途中の入団でわずか45試合の出場ながら12本塁打を記録した。キューバへの帰国後、母国では最強スラッガーの期間とデスパイネのキューバへの外戦は大きく報道された。シーズンオフの12月8日に 二年契約の年俸を5億円プラスできだか、金額は、推定で、翌シーズンの契約に合意されたことが発表された。1月16日に、背番号を54に変更することが発表される。2月8日、2015年カリビアンシリーズにおいて、所属する、ベゲーロスで、ピナールデルリオが初優勝を果たす。キューバ代表としては55年振りの優勝となった。チームメイトには、 フレデリク・セペダやユリエスキ・キングリエルの他に、後にソフトバンクで、チームメイトとなるリバン・モイネロやロッテにイリシュタロエル、サントスがいた。キューバ国内リーグ出場で来日が遅れていたが4月11日に来日し、4月15日に一軍出場選手、登録される。4月20日には、第54回キューバリーグ、2014から2015シーズンにおいて、 自身2度目のシーズン MVP を獲得。また、指名打者で、ベストナインに選出された。7試合で打率、192と低迷していたが、4月25日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦において、チームの連敗をストップする3ラン本塁打を放つ。5月27日のセパ交流戦、対広島東洋カープ戦では8号ソロ本塁打を、 記録するが、4回表の走塁中に膝を痛め7回裏の守備から途中交代する。翌28日に広島市内の病院で検査を受け、右膝内側即副人体損傷と診断され、離脱を余儀なくされる。6月20日、約1ヶ月ぶりに一軍に復帰し、6月23日の対日本ハム戦では9号となるソロ本塁打を放ち回復を見せる。 7月には、パンアメリカン競技大会に、キューバ代表で出場。7月8日、同大会に参加するために離日した。7月22日に再来日。7月25日の大落天戦で、チームに復帰し、先制点となるレフト前敵地打を放つ。昨シーズンから自身が本塁打を打った試合はチームが勝利し、その記録を16連勝に伸ばしていたが、9月4日の、 対埼玉西武ライオンズ戦の16号本塁打で、その記録は途絶えた。リーグ3位を争う9月28日の対、西武戦では、初回の敵自我に続き、3回には18号に、乱本塁打を放つ活躍で、クライマックスシリーズ進出に貢献する。NPB レギュラーシーズンでは前半戦は打率、263、アップス、883と好調だったが、 パンアメリカン競技大会から復帰後の後半戦は、打率253アップス759と調子を落とした。日本ハムとのクライマックスシリーズファーストステージでは、1勝1敗で、迎えた10月12日の第3戦において、7回表同点の場面で、決勝打となる本塁打を放ち、ファイナルステージ進出を決める。11月には、 WBSC プレミア12にキューバ代表として出場した。今シーズンもカリビアンシリーズに出場したが、2月27日には来日し、初めてオープン戦に参加する。3月25日の日本ハムとの開幕戦で敵地打を上げると、3月、4月は打率。285、5本類打と、高スタートを切る。5月の月間打率は、 247と低迷するが、6月12日の瀬、パコー流戦、対東京ヤクルトスワローズ戦で11号3、乱本塁打を含む4打点を挙げるなど、6月は月間打率、365、4本塁打、16打点をマーク。7月は再び月間打率、238、1本塁打と低迷するが、8月21日の対、西部戦において、 来日3年目で2 5号本塁打の大台に乗せ、8月30日の対オリックス戦で24号ソロ本塁打を放つなど、8月の月間打率は298、9本塁打を記録する。しかし、9月11日に以前から左手首に痛みを抱えていた箇所が悪化し、出場選手登録を抹消される。今シーズンは、 前年を上回る134試合に出場し24本塁打を記録したが、ロッテとの契約は満了。12月20日にロッテが来期契約を結ばないことを発表し、12月21日に自由契約公示された。1月29日、カリビアンシリーズの出場メンバーに選出される。二月七日には、三月に開催される第四回、WBC において、 キューバ代表に選出された。2月11日、福岡ソフトバンクホークスと契約したことが発表された。年俸は3年総額12億円。金額は推定で、背番号はロッテ時代と同じ54。第4回 WBC では3月10日に行われた一時、ラウンド対オーストラリア代表において1点を追う5回裏にし類の場面で、 逆転満塁本塁打を放ち、2次ラウンド進出を決める。3月14日の2次ラウンド対日本代表戦では3アンダーを放つも今季からチームメイトとなる内川聖一の犠牲フライが決勝打となり5対8で敗れる。キューバ代表が進出した第4回 WBC2 次ラウンド B 組は日本で開催されたが一旦帰国の途につき3月24日に 再来日。翌25日に、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で入団会見を行った。WBC 出場の影響もなく、3月31日のフルスロッテとの開幕戦に5番指名打者で先発出場。4月8日の対西部戦では、来日4年目にして初投類を記録する。3月、4月は打率250だったが、 5月27日の対、日本ハム戦での4試合連続本塁打を記録するなど、5月の月間打率は、312、月間10本塁打まで上昇。6月2日のセパ交流戦、対横浜 DNA ベイスターズ戦で2打点を挙げ、本塁打は、ブランドン・レアードと並び、打点は浅村・坂江とと並ぶリーグトップタイに躍り出る。6月11日のセパ交流戦、 対阪神身対ガース戦において、初回に先制打となるライト前適時打を放つが、三回裏の走塁中に右太もも裏を痛め、五回の打席から途中交代する。同日に福岡市内の病院で検査を受け、右太もも裏の肉離れと診断される離脱を余儀なくされる。6月23日の対西部戦で代打で復帰し、7月1日の対楽天戦で、 自己最速の20号を満塁本塁打で記録す。7月14日、15日に行われた、マイナビオールスターゲーム2017において、選手間投票で選出される。7月15日に、ロッテのホームグラウンド、ゾゾマリンスタジアムで行われた第二戦では、ロッテ時代の応援歌が歌われる中で、本塁打を打った。この活躍により、第二戦のオールスターゲーム MVP を獲得する。 オールスターゲーム後の8月は、8月13日の日本プロ野球自己最多を更新する25、ソロ本塁打を含む月間7本塁打を、9月、10月は9月3日の楽天との首位攻防戦において、0から0で迎えた9回裏西一1塁の場面で、乗り本交代からさよなら的自打を放ち、その活躍で最も印象深いさよなら打を放った打者を表彰する、9、 10月度のスカパー。ドラマティック、サヨナラ賞を受賞する。また9月18日の大西部戦での直近5試合で4本目、100打点の大台に乗る34号本塁打など、6本塁打、21打点を上積みし、本塁打では、ブランドン・レアードの32本を上回る35、本塁打で、最多本塁打のイトルに、打点では、柳田祐希。 朝村坂江との99打点をしのぐ103打点で、最多打点のタイトルの2冠に輝き、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、10月20日の第3戦では、初回に先制点となる、ライト前への敵地だ。10月21日の第4戦では、1点リードの3回裏に3年連続となる。 クライマックスシリーズでの本塁打を放つなど活躍し、日本シリーズに進出する。横浜との日本シリーズでは、10月28日の第一戦、10月29日の第二戦において、共に1回裏に先頭打者として、ヒットで出塁した柳田幸を2戦連続的自打で返す活躍を見せ、チームの2年振りの日本一奪還に貢献した。シーズンオフには、 指名打者部門において、初めて、日本プロ野球のベストナインを受賞する。また母国キューバにおいても、ソフトバンクでの日本一に貢献と、キューバ国内リーグでアラサネスデグランマの一員として、リーグ制覇を達成、第4回 WBC での貢献などを評価され、2017年の、キューバ最優秀選手に選出される。はシーズン途中に自身と同じキューバ出身のユリスベル。 グラシアル、アリエル・ミランダが加入。また故障の影響でシーズン中は成りを潜めたものの、対日ハム戦のクライマックスシリーズで、計算本類が放ち、ファイナルステージ進出に貢献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。